皆さんどうもこんにちは。ゲームを遊ばない日はない、うつ主のミーです。私は誰でしょう。霊夢だろ。毎度おなじみ、高難易度攻略が最近の楽しみマリサだぜ。ということで本日も、スイッチ版ニャンコ大戦争を実況していきたいと思います。前回は初の大狂乱だったけどクリアできてよかったわよね。今回もレジェンドステージと大狂乱をやっていくよ。本当にこれレジェンドステージなのか。まだ優しい難易度だけど、きっとどんどん難しくなっていくはずよ。爆速でクリアできるところはクリアしちゃおう。そうだな、キリンに任せるか。はいはい、サクッとやっちゃうよ。キリンさんほんと強いな。なんなんだ、僕は。キリンです。君はこんなことになる。え、じゃあ何者？かわいいキリンさんだよ。遺伝子操作された新時代のキリン。人類は間違いなくこいつに滅亡させられるだろうな。このクマさんも結構頑張ってるわよ。関係ないんだけどさ、クマさんのぬいぐるみ大好きなんだよね。本当に関係なかった。うつ主の友達はぬいぐるみのクマさんだから優しくしてあげて。なんかごめん。謝られると余計に悲しくなってくる。クマさんを貫通して城を攻撃します。まあそれも攻略法だからな。クマさん手ごわかったけど無事クリア。さあどんどん進めていきましょう。怠け者？あれ、こいつ前によきかなで出てこなかったっけ？出てきたな。あのキャラ本当によきかなって名前だったよ。よく怒られないもんだぜ。あんたたち怠け者に容赦ないぞ。くっちて。よきじゃなーい。オラオラ、怠けるな、仕事しろ。もうキリンさんは怠け者に目がいってないわ。よきじゃなーい。怠け者さん、相手が悪かった。こんなのに襲われちゃ一人じゃどうにもならねえもんな。ねえ、そろそろ伝説になったんじゃない？伝説になるってどういうことだよ。キリンさんはもう伝説でいいでしょ。そうね、殿堂入りってことにしましょう。上半身と下半身重なるとモデル体型の完成です。こりゃ考えたプログラマーは天才ね。まさか重なってるとは思わねえよな。おや、ここに来て敵がなかなか強くなった。さすがは黒い連中ね、手を抜けないわ。やべえ、真面目にやらないと。狂乱メンバーだったらいけるだろ。これが狂乱の力です。いいわねー、頑張ってゲットした甲斐があったわ。どんどん攻撃して城を壊せ。どやー、くらえー。そろそろ油断は禁物ね。レジェンドステージの途中ですが、ここで逆襲のカオルくんが来たので挑戦します。逆襲のカオル、このステージをクリアするとチケットがもらえるので、来たら必ず周回することをおすすめします。そいつはいいな。メンバーはこちらのメンバーで行けば楽々にクリアできます。え、こんなに少なくて大丈夫なの？もちろん、効率よく楽に周回できるから見ててね。いつもの攻略のメンバーとだいぶ違うから不安になるぜ。まずはこの、猫ハリケーンを出撃させて、逆襲のカオルくんを倒してもらいます。こいつそんなに強かったっけ？あまり使ってないからな。そろそろ来るよ。はい、ちょっと通りますよ。クリティカルで一撃。猫ハリケーンのクリティカルでカオルくんを倒し、他のメンバーで城を破壊します。この要領で何度も周回すると、たくさんのチケットをゲットできます。確かにこれは簡単だな。これでレアチケ大量ゲットね。それでは大狂乱が来たので、挑戦したいと思います。大狂乱2戦目、今回はどんな奴が相手だろうか。しっかり準備して挑みたいので、まずは鬼神ニャンマを第3形態にします。指定のマタタビを集めると進化できるのね。恐ろしさが倍になったな。こいつの好物は子供の爪とかでしょうね。トラウマを植え付けるな。それとこちらのピロロンパララン。バラランとサランだ。こいつも第3形態に進化させます。全然変わってないんですけど。顔が見えねえ。この2体を編成に入れて、挑戦してみます。いざ、デスモヒカン極ムズ。モヒカンってことは敵はモヒカン猫だろ。さっきの2体以外は前回の大狂乱とほぼ同じ編成。これで通用するかどうかとりあえずテストだな。おおお、髪型が決まってるからって調子に乗るなよ。まだ出てきてすらいないんですけど。ゴーゴー、頑張れー。まあここまでは大丈夫だな。きたー、さあどうなる。後ろに大きな手下も引き下げてるからめんどくさそうね。攻撃力は高いからなかなか近寄れなさそうだ。そうだな、遠距離で攻撃したいぜ。もうあの鬼はぶっ飛ばされました。あいつ近距離っぽいもんな。波動対策は必要なし。ああ、あっという間にバルキリーも。効果力のアタッカーでも近寄ったらすぐに噛みつかれるわ。よし、全員止まってる。いけいけー、止まってる隙に殴るんだ。
おい貴様ら、今気持ち悪いと言ったな。トラランポラランさんなんか怒ってる。よー、そやつら近寄れん。こりゃ編成を考え直さないといけないな。ひぃ、時間を止めないとあの噛みつきが永遠に続く。ちょっと誰か攻撃痩せてみて。おい、今気色悪いって言ったな。あいつが一番怖い。お、攻撃下げてくれるのね。これはいい能力、タララン隊はこのまま入れたいね。クマとアリクイを倒せる遠距離アタッカーが必要だ。無理無理、俺たちには勝てないクマ。おとなしくお家に帰りクイ。くっそー、あいつらいい気になりやがって。アフロディーテは強いかもしれない。おお、いいわね。でもこの壁を崩されたらやばいぜ。おとこいつやがれクマ。一週間後でもいいクイ。く、異世界転生して無双してやる。できるかよ。でまたクマ来たー。今回で十分対応策がわかったわ。次回必ず勝ってその木管を奪う。やめてあげて。うわぁ、貫通して城攻撃されてるぜ。覚えていろよー。ワンナップキノコを取るコースみたいです。なんだそんなの、楽勝よ楽勝。楽勝だといいんですが。緑キノコくんを取るのなんて朝飯前さ。さすがはマリオ、サクッと取ってゴールしよう。まあこいつのことだろうとは思ってたわ。そうですね、ゆるーく見てましょう。あ、左にキノコくんたちが。よ、僕がこっちに移動した途端に落ちてきたんだけど。踊らされてるわね。ガッハッハッハ、お前が欲しいのはこのキノコだろ。こいつは勝手やってるな。覚えとけよ、次会った時はお前をバラバラにしてやる。マリオだけは煽ってはいけません。なんだこのスイッチ。どうして僕が出て行った時に来るんだー。しかもどこからともなく現れた砲台に邪魔される。こんな嫌がらせなかなかないわよ。これ自分がやられたらムカつかないでいられる自信ないです。あ、今度こそ取れるんじゃない。いただきまー。あれよ、クレーンゲームでめっちゃ取れそうな位置に置かれているのに取れないやつ。あー、確かにそうかもね。今度こそ。もういや。これ最後までキノコ取れないんじゃないの。きっとゴール間近でようやくゲットって感じでしょうね。もう僕は期待しない。たとえ取れそうだったとしても絶対に騙されないぞ。ほらね。なんかかわいそうに思えてくるわ。おお、ここに来てようやく。もう何度騙されたか。あとはゴールするだけよ。死んでたまるか。絶対に死なないぞー。死ぬと思ったら大丈夫だったわ。なんかがっかりしてない。振り回される人生は疲れるということを学びました。当分キノコはいいです。